はい、こんにちは、びょうぶです。今回は2021年7月以降に Steam でリリースされるストラテジーゲームを7本紹介していこうと思います。2500万本以上の売り上げを記録したシリーズの最新作や第二次世界大戦時代を舞台にしたゲームなど注目の新作たち、早速見ていきましょう。最初に紹介するゲームはウォーハンマー 40,000 バトルセクター。オーストラリアのブラックラブゲームスが開発、2021年7月22日にリリース予定。日本語は今のところ対応予定はありません。本作はミニチュアゲームウォーハンマー 40,000 の SF 世界を舞台にしたターン制ストラテジーゲーム。ゲーム説明には41世紀のグリムダークの世界が舞台。勢力を選び軍を発展させ、強力なヒーローを配備し、戦略、アビリティ、武器を駆使して勝利を目指して戦うと書いてあります。注目ポイントはウォーハンマー 40,000 の象徴的なユニットで自分の軍隊を作る、60種類以上のアビリティと50種類以上の武器を駆使し敵を殲滅、非同期のマルチプレイヤー、ホットシートモードなので友達と一緒にプレイ。フォトモードではカメラを自由に動かし、ジオラマのようなスクリーンショットを撮ることができるとのことです。次に紹介するゲームはヒューマンカインド。フランスのアンプリチュードスタディオズが開発、2021年8月18日にリリース予定。日本語は今のところ対応予定はありません。本作は歴史をテーマにしたターン制ストラテジーゲーム。ゲーム説明には人類史の物語を一から書き換えるストラテジーゲーム。文化と歴史と価値観の組み合わせによりプレイヤーが独自の文明を作り出すことができる。歴史はどこまで変えられるかと書いてあります。注目ポイントは新石器時代の部族から始まり、マヤ文明や近世のイギリスなどに発展。貿易、情報共有、国境政策、軍事協定、他の文明と関係を改善する条約を提案。最大8人でプレイ可能なマルチプレイヤー。ゲーム内容はどれも史実に基づいて再現され、全てのユニットはその文化に適した装備をし、アニメーションや振り付けにも力を入れているとのことです。次に紹介するゲームはウォーモングレルス。ポーランドのディストラクティブクリエーションズが開発、2021年9月にリリース予定。日本語に対応予定です。本作は第二次世界大戦時代の東方の戦線を舞台にしたリアルタイムストラテジーゲーム。ゲーム説明には第二次世界大戦時代の東部戦線が舞台、これまでゲームの世界では注目されていなかった戦争の側面を描くと書いてあります。注目ポイントはドイツ国防軍の兵士が脱走兵からゲリラ部隊員になるまでの旅を体験。スニーキング、ディストラクション、サイレントキル、環境利用などそれぞれのキャラクターが独自のスキルを持つ。オンラインでの2人協力プレイ。グッズなど特典付きリミテッドエディションは1944部のみ生産されるとのことです。なかなかハイクオリティな出来ですね。次に紹介するゲームはエイジオブエンパイア4。カナダのレリックエンターテイメント、アメリカのワールズエッジが開発、2021年10月29日にリリース予定。日本語に対応予定です。本作は中世が舞台のリアルタイムストラテジーゲーム。2500万本以上の売り上げを記録したエイジオブエンパイアシリーズの最新作です。ゲーム説明には世界を形作った歴史に残る壮大な戦いの渦中へプレイヤーを誘う。 4K の高画質で描かれる広大な大地で領土を拡大と書いてあります。注目ポイントはイングランドや中国など性格が異なる8つの文明。周囲の世界を探索して資源を入手、帝国の総力を上げて敵を攻撃。オンラインでは最大7人のフレンドによる PVP や PVE が可能。リアルタイムストラテジーの基本を学べるチュートリアルと初心者向けにデザインされたキャンペーンストーリーモードが用意されているとのことです。モードは2022年前半から利用可能になると明言されています。次に紹介するゲームはトータルウォーウォーハンマー3。イギリスのクリエイティブアッセンブリーが開発、2021年内にリリース予定。日本語は今のところ対応予定はありません。本作はファンタジーな世界が舞台のターン制ストラテジーゲーム。トータルウォーシリーズとゲームスワークショップ社のウォーハンマーファンタジーの世界が融合したシリーズの3作目です。ゲーム説明にはトータルウォーウォーハンマー3部作の衝撃的な結末がやってくる。力を結集し世界の命運が決まる恐怖の次元、カオスの領域に足を踏み入れようと書いてあります。注目ポイントは圧倒的なユニット数で描かれる壮大な戦い。キャンペーンマップはトータルウォーウォーハンマー2に登場したアイオブザボルテックスの2倍の大きさ。サバイバルバトルやマイナーセトルメントバトルなど新しいゲームモード。マルチプレイヤーやモッドサポートの詳細は後日お知らせするとのことです。公式サイトの開発ブログでは最新の開発状況が公開されています。シリーズファンの方は要チェック。
次に紹介するゲームはテラ・インビクタ。アメリカのパボニス・インタラクティブが開発、2021年内にリリース予定、日本語に対応予定です。本作は宇宙が舞台のストラテジーゲーム。ゲーム説明には、エイリアンの侵略によって人間社会は7つのイデオロギー派閥に分割。地球の国々を掌握し、太陽系を開発し、三次元的な戦術を駆使して敵艦隊を撃破と書いてあります。注目ポイントは、惑星の採掘や衛星への基地建設をめぐって太陽系全体で競い合う。300を超える惑星、衛星が絶え間なく動き変化し続ける戦略マップ。宇宙船デザインは最高の科学シミュレーションと本格 SF をもとに構築。クラウドファンディングで目標額の約10倍、2300万円の資金調達に成功し注目されているテラ・インビクタ。日本でも徐々に注目され始めています。最後に紹介するゲームはカンパニー・オブ・ヒーローズ3。カナダのレリック・エンターテイメントが開発、2022年内にリリース予定、日本語に対応予定です。本作は地中海を舞台にしたアクションリアルタイムストラテジー。カンパニーオブヒーローズシリーズの最新作です。ゲーム説明には、伝説の戦略シミュレーションが復活。美しい地中海に戦域を移し、かつてないスケールとクオリティで血湧き肉躍る戦闘と奥深い戦術的ゲームプレイを提供と書いてあります。注目ポイントは、シリーズ史上最大のシングルプレイヤーキャンペーン。レリックエンターテイメント独自のゲームエンジンで映画のようなアクションを実現。イタリアの山岳路や海岸線、北アフリカの砂漠などを美麗なビジュアルで再現。2021年7月14日に制作がアナウンスされたばかりのカンパニー・オブ・ヒーローズ3、続報に期待。はい、というわけで今回は注目の最新ストラテジーゲームを7本紹介しました。全部購入すれば5年は遊べる可能性があると思います。ゲームのやりすぎにはご注意を。それではご視聴ありがとうございました。